Okay, nice keeper. Nice keeper. Okay, nice keeper. Okay, nice. Okay, nice keeper. はい、皆さんおはようございます。本日は関東リーグ第3節都南前橋さんとの試合となります。ザスバクタチャレンジャーズは開幕2連敗してしまい、天皇杯予選も両部大学の方にですね、負けてしまいましたので、今シーズンの公式戦は3連敗中となっております。ただ選手はですね、誰一人下を向いておらず、ここから先ですね、勝ち点を積み重ねていけるように今日もですね、しっかりと準備してきましたので、なんとかこの群馬ダービーを制してですね、勝ち点3を今日は取りたいなと思います。今日は11時キックオフなんですけど、無観客試合となっておりますので、サポーターの皆さんとは会場では一緒に戦いませんが、この試合をですね、注目してくれていることだったり、遠くからですね、応援してくれていることもすごく感じています。本当にいつもありがとうございます。しっかり今日勝ってですね、いい報告が皆さんにできるように、頑張っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。それでは行ってきます。パパチャル、パパチャルです。パパチャル勝ちましょう。今日も今日勝とう。頼むぞしょうま、ゴールです。そう、頼むぞ。マジで各自どう、足の調子。いや、ゴールデンウィーク明けっすね、復帰は。なんて言ったの？ゴールデンウィーク明け。ゴールデンウィーク明け。そっかそっか。GW。GW 明け。GW 明けかな。頑張ろう。頑張りましょうよ。調子はどう？楽しいっすよ。頑張ろうね。これ。どうした？これかっこいいっしょ。かっこいい。そこが食っていい。これないっしょ、今まで。ない。上、チャック閉めるだけでかっこいいじゃん。そうやろ。頑張ろうね。これ新作じゃね？新作です。これいくらするの？36,000。36,000？はい。バカだけじゃん。すごっ。これの前がこれ。これも新作？衝撃だ。これブーツ？こんな面白い映画出てきた。ブーツ？これ 3D で見に行った。違う。これブーツじゃない？すごいね。これ相手選手に当たったらファウルだから気をつけて。気をつけてね。トゲなんで。トゲなんで。隣でレンが笑っとるよ。やり始めたわ、ね。頑張ろうなね、はい。今日はマグロ。釣り行かなくていい？マグロ今日休み。今日休みか。はい、休みの日サッカー。はい、今日頑張ろうな。はい
試合が終わって帰宅しています。結果は都南前橋さんに3対4で、負けました。リーグ戦開幕3連敗、そして天皇杯予選合わせると4連敗ということで、まあ、結果が全てなので、結果だけ見ると勝ってないチームと見られるのですが、今日の試合は本当に選手たちすごい頑張ったなと思います。前半1人退場者を出し、後半も1人退場者を出しですね、最後は9人で戦っていたんですけど、一時期は 0-3 まで離されて、そこからそれでも一生懸命ですね、選手たちが戦ってくれて 3-3 まで追いつき、そして最後に失点を食らって3対4で負けてしまったんですけど、本当にこういう試合をなかなか見ることができないというか、こういう試合をですね、追いつく方のチームとして戦えたことを本当に嬉しく思いますし、本当に選手たちを誇りに思います。試合終わった後、選手たちすごく泣いてましたし、勝ちたかったと、でもそれが本当に試合中すごく伝わってきて、負けた試合ではあるんですけど、本当にサポーターの皆さんに見ていただきたい試合だったなと思います。はい、まあでも間違いなく次につながる試合だなと思いましたし、次こそは勝ち点3取って草津に帰れたらなと思います。あんまりこうチームの内部的なこととかを考えると、試合の内容だったり状況だったりっていうのは多くはちょっとお話はできないんですけど、まあこういう形で選手たちが頑張っていたっていうことをですね、この動画を通して伝えれたらなと思います。まだまだシーズン続きます。長いシーズン、まあっという間なんですけど、1年間、ただ下を向いてる時間はないと思いますので、しっかり勝ち点が取れるように次の試合の準備をしていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。これから、帰ってカノチャルとサッカーの練習をして、夜はライブ配信をしたいと思います。
のアイスキーゲームおまけ。出発のところからちょっと Vlog の方やらせてもらって、今ちょっとママチャルの方にこのライブ配信のですねやっているところを撮ってもらって、それもまた近々ですね動画に出したいなと思うので、今ちょっとママチャルにこっちの方からこの様子を撮ってもらってます。はい、すいません。どうしたの？今日試合勝った。ぎっくり。今日も試合ね負けちゃった。え、はい、今日の試合の様子とかはね、またちょっとこの後お話ししていきたいなと思うので、かのちゃるが毎日聞いてくるんだよね。うん、試合終わった後ね。日曜日だけ今日土曜だよ。ああ、パパが試合の時はね聞いてくるんだよね。はい、ということでまた今日の試合のことはですねこの後お話ししていきたいなと思います。練習着ですね、これもすごくいいですし、キーパーグローブもこの後紹介するんですが、すごくいい感じなので、はい、ぜひ皆さんもケレメのですねオンラインショップをぜひ見てください。可愛い商品だったりね、たくさんあるよね。うん、カノチャルも大好きだもんね。ね、あ、もうでも、OK、ありがとうね。はい、なのでぜひオンラインショップの方ぜひ見に行ってください。キパグローブは、
見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。